はい、皆さんこんにちは。今日ヤフー知恵袋にある質問に答えていきたいと思います。作業着ズボンとはどのような素材ですか？急遽バイトで必要になったのですが、どのようなものなのか分かりません。道具を入れるポケットがついていないと作業着ズボンとは言いませんか、という質問なんですけど、アルバイトのですね、職種によると思います。飲食業であればですね、飲食業用の作業ズボンというのがあります。まあ、特に定義っていうのはなくて、その職種に合ったズボンがその作業ズボンということでですね、言えるんじゃないかなと思います。だからまあカーゴポケットとかですね、あった方がいい職種、まあ、例えば運送業とかですね、倉庫で結構いろいろ物を入れたり伝票入れたりするようなところはカーゴポケットが必要だと思うんですけども、飲食業になったりするとあまりガチャガチャしてない方が見栄えを重視するということであれば、スノースラックスのタイプがいいと思います。で、作業着ズボン、まあ、定義というかですね、まあ、ユニフォーム系というのは毎日やっぱこう着られますんで、素材としてはですね、丈夫な素材がいいと思います。洗ってもこう色落ちがしにくかったりとかですね、へたりにくいっていう、そういったものがいいと思いますんで、まあ、一般用でですね、売られてる EU さんとかですね、商品なんかは作業用で作られてませんので、耐久性っていうのはやっぱり本当にワークショップとか、ホームセンターとかで売ってるものに比べたら落ちるので、用途によってですね、使い分けた方がいいと。まあデザイン性とかですね、見た目を重視するんであれば一般用のもののズボンでもいいと思いますけれども、耐久性とか、実用性、長く履くっていうことであれば作業着屋さんで売ってる、ワークマンさんとか、カインズホームとかそういったところで売ってる、ズボンを買われた方が、長く履かれると思います。まあ、ちょっと職種によってという形で作業ズボンの定義というのはあるかなと思います。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるでしょうか？弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にね、リンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。